アイテム番号 SCP-270JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-270JP はサイト81の専用収容室に収容します。収容室内は監視カメラにより24時間体制で監視し、異常の兆候がある場合は担当研究主任の指示に従い対処してください。協力的な収容態度に対する報酬などサイト管理者が許可した場合を除き、 SCP-270JP を接触する行為及び SCP-270JP の複製を作成させる行為は禁止されています。職員と SCP-270JP の接触は必要最低限に控えてください。担当研究員は最大1ヶ月ごとに交代し、再割り当ては最低6ヶ月の間隔を確保してください。SCP-270JP との接触後は心理カウンセリングを行い、SCP-270JP の影響が現れていると判断された場合は速やかに担当者を交代してください。説明。SCP-270JP は思考力、自立行動能力、発話能力を持った人形焼きです。現在32体が残存しています。組成は一般的な人形焼きと同一であり、SCP-270JP の特異性の原因については判明していません。SCP-270JP を接触すること自体に異常性はなく、通常の食料品と同じように消化、吸収可能です。SCP-270JP は活性化中は腐敗に対し耐性を持ちます。切断や加熱などにより不活性化した SCP-270JP は、通常の食品と同じように腐敗します。SCP-270JP は発見場所から同時に回収された専用の機材と一般的な材料を使用して、SCP-270JP を複製します。複製された SCP-270JP は知識や教養を持たないため、教育係の SCP-270JP によるレクリエーションが行われます。なお専用機材以外でも型さえあれば複製は可能ですが、操作の困難さから複製効率は低下します。また専用機材を用いても SCP-270JP 以外が SCP-270JP を複製することはできず、成果物は通常の人形焼きとなります。このため、すべての SCP-270JP が不活性化した場合、再複製は不可能となることに注意してください。SCP-270JP は仲間が捕食されると、嘆き悲しむと同時に、感謝の意を表明します。これは SCP-270JP が掲げる、種の目的、が、人間に美味しく食べられること、であるためです。SCP-270JP を食べた人間とその観測者は、悲しみに暮れる SCP-270JP を見て罪悪感に苛まれることになります。SCP-270JP を食べずに踏み潰すなどの行為は、SCP-270JP とその観測者にさらに強い情動反応を引き起こします。SCP-270JP のさらなる特異性は、SCP-270JP を食べることではなく、SCP-270JP と長時間接触することで発生します。SCP-270JP と長時間接触した被験者は、段階的に食事に対する嫌悪感を覚えるようになります。影響は SCP-270JP と接触しないことで時間経過とともに回復します。第1段階では、SCP-270JP を食べることへの拒否を示すようになります。当初これは倫理的に当然の反応であると考えられていました。第2段階では、食肉を食べることへの拒否を示すようになります。被験者はこれについて一様に、生きていたものを殺して食べるなどというかわいそうなことはできない、という説明を述べます。卵が食べられないかどうかは個人差があります。この段階の被験者は、ベジタリアン用の食事により生存することが可能です。第3段階では、植物を食べることへの拒否を示すようになります。この理由は、植物だって生きているためであると被験者は供述しています。この段階に至った被験者は、水、
牛乳、塩など限定的な補給しかできなくなるため、栄養素の偏りにより数ヶ月から数年で死亡します。なお例外的に、いずれの段階においても SCP-270-JP に、私を食べてください。と懇願された場合だけは、被験者は謝りながら、いくつかのケースでは泣きながら、SCP-270-JP を摂食します。実験記録 270JP。3、日付、年、月、日。対象、SCP-270JP に関する情報を与えていない D クラス職員。方法、SCP-270JP の不活性化プロセスに職員を介在させないよう、他の SCP-270JP 個体により頭部を切断させた状態で提出させ、対象に SCP-270JP を接触させる。結果、B クラス職員に影響はなし。実験を担当した研究員が食事への忌避症状を発症した。分析、SCP-270JP をどう消費するかは関係なく、SCP-270JP を殺したという認識が、対象に影響を与える模様。SCP-270JP の管理は必要最低限の接触のみに限定し、管理者は定期的に交代すること。実験記録 270JP。5、日付、年、月、日。対象、SCP-270JP。方法、材料として通常の砂糖の代わりに高価格な砂糖、数3本、を与える。結果、貴族階級として敬われる立場の SCP-270JP が誕生。当該個体は謙虚な姿勢を示しており、生まれが違うだけで敬われることに困惑していた。その他は、味が良くなった以外に相違点なし。葬式は3日にわたって盛大に行われた。分析、材料の品質に明らかに差異がある場合、身分に差が出る模様。品質の悪い材料を与える実験は、SCP-270JP と担当職員の精神的負荷を増大させる恐れがあるため、延期とする。実験記録 270JP。7、日付、年、月、日。対象、SCP-270JP。方法、複製のどの段階で SCP-270JP に意識が与えられるのか。複製中に機材を回収して確認する。結果、人形焼きが焼き上がった段階で機材を回収しても SCP-270JP にはならなかった。同じ状態の人形焼きに SCP-270JP が近づいたところ、人形焼きは自発的に機材から起き上がり、SCP-270JP となった。また機材を細工して生焼けにしたり形を崩した人形焼きは起き上がらなかった。分析、焼き上がった人形焼きに SCP-270JP が何らかの介入をすることで意識を持つ模様。不完全な人形焼きは SCP-270JP になれないのか、意図して SCP-270JP にしていないのか、現段階では不明。インタビュー記録、270JP。対象、SCP-270JP。2。インタビュアー、博士。録音開始、年、月、日。博士、では、インタビューを開始します。SCP-270JP、に、よろしくお願いします。博士、まず、あなたたちは誰に作られたのですか？ SCP-270JP、に、私たちは、あなた方が SCP-270JP と呼ぶ同胞によって作成されました。博士、ああ、では、あなた方の種族の一番最初の存在は誰に作られたのですか？ SCP-270JP、に、それについては伝承が残っておらず、お答えすることができません。博士、そうですか。残念です。では、なぜあなた方は、人に食べられようとするのですか？ SCP-270JP、に、それが私たちに与えられた使命だからです。より美味しく召し上がっていただくこと、それこそが、
我々の生きる目的なのです。博士、でも、食べられた後、残された個体は悲しんだり、葬式を挙げたりしますよね。SCP-270-JP に、同胞の死を悲しむのは当然でしょう。博士、そこに矛盾は存在しないのでしょうか？ SCP-270-JP に、意味がよくわかりません。あなた方人間も、いつかは死ぬと伺っています。死ぬとわかっているのに生に意味を求めることが矛盾であるなら、あなた方も、私たちと同じ矛盾を抱えているのではないでしょうか。博士、なるほど。では、最後に、なぜあなた方は、我々人間に、あらゆる食物を食べることへの危機感を与えるのですか。SCP-270-JP に、おっしゃっていることがよくわかりません。私たちを食べることに、あなた方が抵抗を感じていることは存じ上げています。そのお心遣いは、非常に嬉しく思っております。しかし、その後のことについては、私たちは関与していないため、お答えすることができません。申し訳ありません。博士、悪意があるわけではないのですね。SCP-270-JP に、そんな、とんでもないことです。博士、わかりました。本日のインタビューはこれで終了とします。録音終了。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。